はい、銀杏拾いに来ました。ちょうどええ感じでね、いっぱい落ちてますね。これがね、強烈に臭いんでね、潰すと。じゃあちょっと拾っていこうかな。よっ。ああ、なんぼでもあるね。何個ぐらい拾っちゃおうかね。しかしすごい数できるもんじゃな。うわ、すごい綺麗に生えとるからいっぱいあるわ。ちょっとぐるっと、うわ、周りにも掃き集めたのがうじゃうじゃあるな。ちょっと形のまだあるのにしようか。持って帰るのはどうせ潰すからね。潰れとっても関係ないんだけど、あまり潰れとんのは匂いを出たら鬱陶しいんでね。はい、じゃあね、適当にまあちょっと食べる分ぐらい取って帰りたいと思います。はい、これくらいね拾ってみましたけど、かえってねこの外皮をちょっと剥いて中のぎんなん種をね出してまた乾燥させたいと思います。さあ、今からこいつを中身を取り出したいと思います。よっ。うわ、くっせ、この匂いがねたまらんのよな。でね、ちょっと脱ぎやすいように水をむにゅっとやったら出てくるね、中身が。こういう感じでね、これで入れていきたいと思います。さあ、これでどんどん中身を取り出してと。これがね、あの梅干しと同じですね。梅干しもこの周りの果肉があって、中にあの種があって硬いね。で、梅干しもあのこの硬いね種とかを噛んで割ると中からね、あの柔らかいあの種のようなものでできますけど、それと同じですね。これもまあ自然のものなんでね、秋の恵みというか。今年もね、自然のね恵みをいっぱい分けてもらいました。春からね。冬場はねちょっと何も取ってないかったような気がするけど、春からね、春はつくしに、わらびに、イタドリに、イタドリがね一番好きなんだけどね、山菜で、タラの芽取って、夏はなんか取ったっけか。ウドはねちょっと取れんかったね。山吹もいっぱいあったんだけど、ちょっとその時の気分で山吹はね今年は取ってないです。実山椒ね、山椒の実を取ってちりめん山椒にしたりしていただきましたけど、で秋もね今度は山椒、まあまあ春実と葉っぱもね食べましたけど、秋になって実がついてね、その実を割れたぐらいにね取りに行って、それをね今度はすりつぶして乾燥して粉山椒にしました。すごいええ香りするんだけどね、この臭いのと違って。はい、こんな感じでね、中身と皮分離できました。これ柔らかいんでね、もう簡単にできますね。あのイチョウの木の下に落ちてきとるやつも柔らかくなってるんでね、簡単に中身取り出せます。で、まあ当然こっちは捨てるんですけど、この取り出したこっちねは、このまだ周りにね果肉がべったりこびりついてるんで、これ取らんとねこれ臭いんで、
で今からこいつをね綺麗に取り除いて、あとは取り除けたらあと3日間ぐらい乾燥してやります。そしたら完成ですね。食べる準備 OK、 あの売ってる銀杏になります。でね、手袋は絶対必須ですね。これの成分でね、手が荒れるね、手荒れするようなこと聞いたんでね、素手では絶対しない方がいいです。で本当は手袋もゴム手のね、分厚いやつ破れないような、これ多分ちょっともう入っとんねないかな。このネットに入れてね、こっちでどんな感じかね試したいと思います。多分断然こっちの方が早いと思うけど、多分もうほぼできとると思うけどね。さあどうかな、ネットの方は。あ、やっぱ綺麗にできとるね、簡単に。はい、ということでね、やっぱネットでねやった方が手っ取り早いですね。ちょっと割れとんのけとこう。結構ね、この種の周りにね残った果肉を取るのが一番手間かかるかな。やっぱね、この分厚いゴム手履いてね、ちゃっちゃっとするんで、もう手っ取り早いです。はい、もうねこれで大丈夫じゃと思うんで、はい、綺麗になりましたんでね、これでネットに入れてね、水切りのネットで3日ぐらい乾燥させたいと思います。ね、これで3日ぐらいちょっと乾燥して完成になると思うんで、また3日後ぐらいにね最終確認したいと思います。はい、数日経ってね、こんな感じに綺麗に乾きましたね。思ったよりね、まあまあもっと小さいか思ったけどね、結構綺麗な大きさありますね。ちょっとねこの辺黄色いのがそこまで丁寧にね洗わなかったんで、ちょっと果肉が多分残った後でしょうけど、匂いはね、まあ多少ありますけど全然大丈夫です。完成。